ピュータン。小林さん、はい、一生懸命小林、イエーイ、うん、じゃあまず小林さんから一言ラーメンしてもらいます。どうもあの松田さん30周年あのおめでとうございます。ありがとうございます。花束ありがとうございます。これすごい重い重いんだね花束ってね。小林さん、知らなかった。はい、ありがとうございます。どうもおめでとうございます。はい、ありがとうございます。あ、チョイスだよ。はい、そう、千葉ラーメンシーンはね、私たちが作ったのがね、こっちで、こう来てる。あの、ご縁がありました、あの、千葉指定のさせていただきました、津田の場非証言と小林と申します。元気ね。マジもうやばかったですよ。ありがとうございます。もういやオリンピック選手並みの走ってきました。嘘つけー。いや本当に電車乗ってへんだよ。スタッフから走ってきましたね。もうラーメン界ではね、もう有名な方ですからね。あのね、はいはいはい、まあ、あの当時の四天王のイベントとかなんか覚えてることありますよ。いやすごく覚えてます。はい、九十九里でトラック借りまして、あれね、あのやったことはあるんです。あれね、でその時も本当に感謝してるんですけど、田辺工業の飯島さんって方が応募してまして、バスをですね提供していただいて、飯島さんのお小説いろいろ映像ではちょっとお願いします。ありがとうございます。年末に行ったんよ、私も。それをイベントをやるんですよ。あの12月31日、そう、大晦日みたいな。大晦日に。それで、真冬ね。運んで、お正月、私はないんです。でも、皆さんが、なんですか、この熱い思いというか、あすごい、ね、皆さん、まあ、当時4人、四天王でコラボして、ラーメンを作ってたんですね。でそのラーメンっていうのはその時じゃ食べられないんです。そのために皆さん集まってやるっていうことに、私は非常に気持ちが入ってしまいまして、これ5年、4、5年やりましたね。いや10年、10年やりました。私では多分でも2回から10回やってやるの。8年間は私お正月はありません。ああごめんね。いや今日は私は嬉しかったです。毎日美味しいラーメンを年末に食べられる、お正月に食べられる、本当に実は誇りに思っております。ご存知みたいな、私は貴重な食べた人間を、そのラーメン店の貴重な存在でしたので、本当に大晦日に富士栗山でのこういう企画とか、まあ見てよ、すごい良い企画だったと思っております。それが富士栗山、それが復活していただければ、私はまたお正月なしで頑張ります。ちょっとイメージがすごい良いイメージ。すいません、なんか飯島さん、いやきついな。すいません、あの当時千葉ウォーカーの編集ラーメン企画の担当をしておりますありがとうございます。千葉ラーメン四天王の誕生の経緯を、まあ、今考えると多分皆様にお話ししたことないので、今日1回だけ皆さんにご披露したいと思います。これは、あの当時もう20年ぐらい前ですね。松井さんと小林さんで
あの当時は東京のラーメンとかそういうラーメンブームがいっぱいあったんですけど、千葉のラーメンってこんなに美味しいものがラーメン屋さんがあるのになかなか取り上げられないっていうところがありまして、今日出席してないんですけど、その当時千葉ラーメン通信っていうサイトを立ち上げた山地幸也さんと僕が同じ年っていうこともありまして、もっと千葉のラーメン盛り上げようよっていうところから始まりました。それでまず考えたのが、美味しいお店を紹介するのはあれなんですけども、やっぱり普通の人が行くのはコンビニのラーメンで、例えばディープロードとか、サンドウォーカーとか、なんでしょう、そういうお店のカップラーメンもあるんだけども、そうじゃなくて本当に美味しいカップラーメンを作るにはどうしたらいいかっていうので、千葉で美味しいラーメン屋さんに本当に美味しいカップラーメンを作ろうっていうコンセプトで作ったのが、今日もう懐かしいんですけど、この濃厚とろ塩っていうのを明星から出させてもらいました。で、これカップラーメン、本当に美味しいカップラーメンを作るためにどうしたらいいかっていうところで、その当時の千葉の美味しいお店で4店に集まってもらって、松井さんのカツアントーミーと小林さんの必勝券と、あと浦安でテレビチャンピオンになった丸馬さんと本島にあるスエイドさんで4店でこのラーメンを作るために、営業も休んでもらったんですね。カップラーメンを作ってもらいました。でもこのカップラーメンを作って体に販売しましたっていうだけじゃないんだったらちょっと面白くないなと思いまして、僕たちがその当時考えたのは、12月3あのこの発売が1月3日とか4日なんですよ、新年明けの。だったらその前にせっかくだから本当にリアルラーメンを食べてもらいたいなと思って、12月30日にその当時浦安のマルバでこの濃厚とろ塩の4人が集まったリアルラーメンっていうイベントを開催しました。そしたらあの当時、今は覚えてるんですけど、すごい行列になりまして、一食食べるために4時間待ちになりまして、実はその多分ディズニーランドを超えたなみたいな。その翌年から私は900人ぐらいで、そうですね、900人ぐらいの行列になりまして、でその時に僕はやっぱりラーメンってなんかそういう美味しいものを提供するんだって思いはみんなにつながるなと思って、もう本当に皆さんに言われるんですけど、これから毎年12月31日は千葉でラーメンイベントを必ず開催してくださいって皆さんに頼みました。そしたらそれが多分10年ぐらい続いたんですね、今飯島さんが言ったように。で今考えるとそれってもう20年ぐらい前の話なんですけど、僕らがやったラーメンイベント、今例えばつけ麺博とかラーメン博とかってやってますけど、そういう風にお金もなくてもう本当にお金もないので、こういう場所でやらせてください、ああいう場所でやらせてくださいって頭を下げてやって、10年間やってきたラーメンイベントって多分千葉が初めてなんですよ。でそこから多分今のなんとか博みたいに絶対つながってると思うので、すごい全国のラーメンに対して千葉がすごい、何でしょう、松井さんとか皆さんがすごい僕らのもっと千葉のラーメンが美味しいっていうことをみんなに伝えようよっていうことに賛同してくれてやってきたものがすごいやっぱりつながってるなっていう、その通りですよ、ことはすごいありまして、まあ、長いですね。いや本当そうなんですよね、千葉県が引っ張ったね、あの時は。それで、まあ、このカップラーメンできるまでが大変だったよね。半年とかはこれ作るのに半年ぐらい大変だったね。それでやっぱり最初は自分のところの手の内に見せないっていうか、レシピなんか出せないから、4人が4人ともね
それ作ってこんなもんでいいんだって言って、こんなもん売れないよな、ダメだよな。最後はそうやって一軒の店に集まって4つのスープ作って、そこから始まったんだよね。そうですね、始まった分かんないよね。そこからもう一気に出来上がって、当時ヨーカドさんも帰っちゃったかな、セブンイレブンさんがやるって言ったんだよね。カップラーメン作るって売りますって言って、セブンイレブンが売るって言ったら他のコンビニも全部右へ流いで、どこもかしこも入れるって言ったんだよ。で、当時カップラーメンが50万食売れればよしとされてたね。100万食売れたら大ヒットって言われたんだよ。だけど出来上がんないうちから160万食の注文が来たんだよね。ね、あれプレッシャーだよね。あれプレッシャーだよね。これは実は松井さんは明星お店を差し上げる明星食品で差し上げ働いサラリーマンとして働いてたので、僕ら本当にどこがいいかと考えたので、協力してくれるところでこのカップラーメンを作るということで明星食品が出しました。でこれは結果的に600万食売れました。これは600万食ですよ。それは数字的な実数は600万食で、600でもこの600万食って明星食品の企画ラーメンではいまだに打ち破られてるんです。それは僕が本当にうちらのラーメンが美味しいんだっていう、それを本当に世の中に伝えたいから皆さん協力してくださいっていう、それは本当に松井さん小林さん忙しいのにやっていただいたこと、これだけはいまだに僕の財産です。本当に感謝です。ありがとうありがとうございます。ちょっとやばい、ちょっと休憩しようか、ちょっと休憩しようか、長いですね。ちょっとはいはい。あ、でもね、やっぱ4店主みんなね、キャラがすごい濃いんですよ。すごい。でもね、そのキャラの濃い4人を全部まとめたリーダーの松井さんがすごいから、だからこの企画まとまったんですよ。そうですね。もう本当高めさんの力もすごかったんですけど、やっぱね、リーダーの力がすごくて、ね、だから本当はリーダーにもう一回の拍手お願いします。ありがとうございます。さあ今日冒頭で松井さんが31年目ラーメンで皆さんをおもてなしをしたいっていう話を聞いて、それ本当にやるんだったら俺全面的に協力して皆さんをおもてなししたいと思ってたので、ここでまた来年4月27日でイベントやりましょう。 OK。 いやいや、やりましょうね。じゃあちょっと休憩しようかね。休憩ちょっと一杯飲もう。喉が変わるから。どうもありがとうございます。すいません。ちょっと余興楽しんでてください。ちょっとうるうるしてきた。